Hi guys! どうも、ゆうやです、今日はですね、日本人が日本語能力試験を解いてみたという企画をやっていきたいと思います。はい。でね、日本語能力試験っていうのは、外国人の人が日本語の能力を証明するために受ける、まあ、俺らで言う TOEFL とか TOEIC みたいな感じの試験なんですけども、それをいざ、日本人が解いてみたら、満点を果たして取れるのかっていうね。さすがにね、日本人だから日本語が完璧でしょ。できないとやばいっていう。やばい。これやばい感じなので、今回は勝負もね兼ねて、うん、俺と勝負お互いね2人とも満点取らないとこれはもう問題だからやばいよねっていう感じで、解いていきたいと思います。はい。で今回はそんなにちょっと時間がないので、文字と語彙っていう問題と文法それから読解の方を解いていきたいと思います。はい。それではね、早速もうやっちゃいましょうか。はい。俺の予想勝負めっちゃ間違える。いやいやいや、絶対待ってんだから大丈夫。よっしゃ、じゃあやっておきます。はい。簡単やんこれ今のところね。やべえ、5問目で分かんねえ。もうやめろ。やばい。え、待って、え、漢字はね、これ普通に日本人間違えそうじゃない。いや、書けないもん、こんなん。え、待って、分かんねえこれ。よし、OK。ん？ああ、わかったわかった。カタカナも出てくれんだ。マジ？これさ、でも日本人でも日本語間違える人結構いるよね。いや、いるよ。よく間違えてるよ、みんな、実際。意味はわかるけど。待って、こんなことは聞いたことねえぞ。待って。これ似てるやん、意味が。似てて違いがわからん。確かに似たような言葉あるね。うん。え？いや、使ったことないな、こんな日本語。このさ、広告みたいな問題とか、まさにTOEICの問題じゃない？マジで。出し方のその絵が似てるよね、なんか。そうそうそう。いや、むずいな。はい、とりあえず終わりました。はい、お疲れ様です。結構疲れるね、これ。頭使うわ、意外と、ね、疲れたもん。なんか最後の読解はね、国語の問題。うん。じゃあ早速答え合わせをしていきたいと思いますよ。勝負だからね、これ絶対勝負間違えてる、これ。いや、間違えてない。やばい、マジでってこういう機会だけど。え、これ49点満点ね。49点満点。はい。1問1点ね。点数書いた。はい。OK。OK。また。じゃあ、せーので言うよ。49点分の、せーの、44。うわぁ！やばくね？え、マジで？日本人？日本語はしたらね。え？ちょっと待って、なんでそんな負ける？5問間違えた、俺。俺3問だよ。え、マジで？多分。難しい問題は難しかったから、多分。同じ。え？14問。マークミス説。マークミス説。14問から間違える。俺10間違えた。四角に、問題2の。4問、3の14か。いや、これは分かるよ。金がね。金金お会いしたいと思ってました。俺これ聞いたことないわ、じゃあ。いや、知ってた。高橋さんには金金お会いしたいでしょ？これ以前からでしょ。マジ金金が前から会いたいって言ってる。あ、これはまあ、うわー、マジか。まあ、俺が間違えたら問題3の17。3の17。中村さんの言葉からは強い意気込みが伝わってくる。いや、これはできるでしょ。意気込みだぜ。何したの？意欲。だって、意気込みと意欲って同じじゃないの。え、意欲当たりだよ。違う、意欲じゃないよ。自信にした。あ、自信にしたね。意気込みが自信伝わってくるってことは自信があるってことでしょ。意気込んでんだから意欲、自信があるでしょ。いやだってこれ迷ってよ、正直2つで。あ、まあね、まあ、若干あるけど。若干迷った。次どこ。次俺ね、38。え、待って、これは俺マジで、あれ、マークミス説ある。俺待って、これ言わずに、あ、言うよ。うん。脱税を行った、報じられたことに対し、事実とは全く異なり。それで。あ、合ってる。合ってる合ってる。うん、4。合ってるやん、マークミス。これは俺は多分合ってた。
多分とか合ってました。じゃあ45点です。あ、ワンチャンマークミスです。まあ間違いだけど、これはちょっと勘弁して。28間違えてたわ俺。これ、うん、学生ラグビー部での経験ですね。チームワークの大切さを痛感しました。何したんだ俺。何した。3にした。最も、ね、答え何。28でしょ。え、最も。え、合ってるんですか。読んだついてはにしてた。あ、そういうことね。ついては最も合ってるよね。そうだよ。マークミスだわ。じゃあマークミスじゃないよ。マークミスじゃないよ。俺普通に分かんない。迷ったんだよ、これ2つで。はい、次は42、43、間違えた。嘘。これは簡単じゃん。さて、あの時。え、あの時ってどの時。え、電話かけた時とか。過去の話してたじゃん。そういう時じゃないの。そういう場面に遭遇した時にってこと。いや、これは俺は浅はかだな。え、俺的にはその吐いたりするとそれだけで猫を飼って人に電話して一番に投げた男が留守だとますます動揺する。関西の人にということは安心、こんな具合だった。さて、あの時に。いや、まあでもこれ日本人だったらさ伝わるよね普通に。うん、そう。いや、そうなんだよ。使うもん、あの時にって。あの時に。え、答え何。そういう時に。ああ、だからね、どっちも使えるんだよこれ。次43、うん、ね、43間違えましたね。1、43、納得したのがトイレのことだ。違う、これ納得したのは43、トイレのことだ。合ってるよ。え、あ、え、何あって1だ、これあって1だもん、書いてある、ほら1って書いてある、書いてある。よし、46点。やばい、待って。え、同点じゃん、これ。やばいんじゃない。で、俺が間違えたのは44。すみませんね、皆さん、ちょっと急いで丸付けしてたんで。そういうするときは遠慮していた。ここ何、どこ。44、俺3。4じゃないの。例えばである。え、逆説でしょこれ。何逆説って。あの、そうする、ところが朝猫のトイレの砂かき回し、トイレ汚れ、トイレ始めご苦労様というゆずがやってくる。そうで、このさ、あとにさ、あの説得力のあるマニュアル一体何だったのかっつってんじゃん。で、ここの話の朝のトイレのかき回しの話とこっちで読んだことの情報と全然違うから。あ、そういうこと。そういうこと。むずい。何それ。これ国語問題だな。全然わかんない。じゃあこれで終わり。あと合ってるでしょ。あと合ってる。じゃあ結果は49分のお互い45ということで。微妙。うわー、マジか。いや、でも3問も結構悔しいね。まあ、これまだ途中までしかやってないから、そうそうそう、もっと間違える可能性もある。何問しかやってないから多分普通にやったら、まあ、合格点は絶対取れるけど、うん、結構違う、これ間違えるな、これ。しかも読解の方が難しそうだしね。ね、リスニングもちょっとこれやったら自信なくなってきた。確かに。いやー、まあ、日本人でも間違えます。だから間違えても大丈夫です皆さん。全然はい、分からないです日本人でも。はい、じゃあそういう感じで今回は日本人が日本語能力試験を解いてみましたということで、結果は49点満点の46点ということで、はい、お互い2人同じ得点でした。悔しいね、これは。これ今度なんかリスニングとかでもリベンジしたいね。そうだね。また、はい、またやりましょう。また勝負します。それではね、ぜひチャンネル登録の方お願いします。お願いします。バイバイ。Thank you.